川大臣、選択的夫婦別姓になぜ反対なんですか。丸川珠代国務大臣。まず3月8日女性の日、国際女性の日にちなみまして、一後輩として福島先生がこれまで男女格差の解消、また男女共同参画の推進取り組んでたころくださったことに心から敬意と感謝を表したいと思います。その上で、私の考えは考えとしてございますけれども、私が今この任に就いた経緯を考えますと、私の考えは脇に置いてでも国際社会の理解を得る努力をまずしなければいけない。ここには選択的夫婦別氏制度も含めて、夫婦の氏に関する具体的な制度のあり方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえてさらなる検討を進めるとされているところでありまして、民法を所管されている法務省とまた力を合わせながら、国会における動向を注視しながら検討を進めていくものと理解しております。はい、はい、福島水道さん、はい、なぜ選択的夫婦別姓に丸川さんは反対なんですか。丸川国務大臣。私には私の考えあるのは確かでございますが、それはそれとして今私大臣の任にございますので、私は大臣としてしっかり務めを果たしたいと思っております。そう、個人の意見を聞いてる。なんで反対なの。私のもとには優秀な職員の皆さんがこの第5次男女共同参画を決めるときの議論をつぶさにフォローしておられた皆様がいらっしゃいますので、しっかりその策の皆様にも支えていただいて、大臣としての職務をしっかり果たしたいと思います。はい、福島水道さん、答えてください。なぜ選択的夫婦別姓に反対なんですか。明確に答えてください。丸川珠代国務大臣。職員の皆様に自分たちの思いを持って仕事をしていただきたいので、大変恐縮ですがご理解いただければ幸いです。できない、おかしいよ。